ぞみさん、髪がピョーンって跳ねてますよ。そうなの、寝癖が治んなくてもう今日一日憂鬱だったよ。一日憂鬱、髪の跳ねはそんなに重大なことなのか。のぞみは寝相悪いから。カレンさんは綺麗なストレートでいいですよね。そう、そういうリンは髪を伸ばさないの？私にロングなんてそんな似合わないと思うし。そうかしら、結構似合うと思うけど。そうかな。髪型についての話題が熱い。俺も何かコメント。昨日のドラマ見ました？あのヒロインみたいな髪型なんてどうですか？あのドラマ素敵なお話だったわね。あー見た見た、恋人役の男の人がかっこいいんだよね。おい、髪型は結局どうするんだ？ねえナッツ、どっちがいいと思う？この雑誌のワンピース、どっちが私に似合うかな？どっち？あーおおー、このお菓子美味しいです。でしょ、今評判のお菓子でジーヤがわざわざ取り寄せてくれたの。どれどれ、おいしい、本当に幸せ。幸せ？さっき一日憂鬱だったと言ってたじゃないか。どっちなんだ？ただいま。おかえりなさい。遅かったね。今日は職員会議があったんだ。ねえねえ、ここはどっちがいい？ワンピース。かわいい服だね。どれどれ？こっちがいいと思うな、のぞみには。あら、こっちの方がいいわよ。どっちもかわいいよね。どうしよう。のぞみならどっちも似合うよ。この髪の毛のピョンって羽にも似合ってるしね。やだ、もう気にしてんのに。こいつ、会話にすんなり馴染んでる。あ、みんなそろそろ帰った方がいいよ。暗くなってきたから。そうね。じゃあまた明日ね。気をつけて。バイバイ。さようなら。はあ、ナツどうした？5人の会話についていけない。なぜ話題がコロコロ変わるんだ。女の子のおしゃべりはパワフルだからな。どうすれば話せるようになるんだ？へえ、ナツにしては珍しく積極的だな。のぞみたちはプリキュアになってパルミエ王国復興のために頑張ってくれている。できれば交流を深めたい。でもうまくいかない。大丈夫だって、徐々になれるさ。そうだろうか。昼間客が一人来店したが一言も話せなかった。俺はこの世界でやっていけるんだろうか。ふーん、なら特別授業をしてやろうか。どうすればこの世界に馴染めるか教えてやるよ。本当か？教えてくれ、今すぐ。よし、じゃあ出発だ。ココダ先生とナッツ店長。さーて、何して遊ぼうか。おい、特別授業とは夜遊びか？そう、この世界を知るにはこの世界で遊ぶ、それが一番手っ取り早い方法だ。お前、自分が遊びたいだけじゃないのか？部屋に閉じこもって悩んでても何も変わらないぞ。行動あるのみだ。まあ確かにそうだが。どうした？さっきからずっと見られている気がする。今すれ違った女性、こっちを見たぞ。ほら、右前方にいる女性も俺たちを見てる。もしかして俺たちがこの世界のものではないとバレてるんじゃ。そうじゃないよ。リンに言われたんだけど、この世界で僕たちはイケメンらしいぞ。イケメン？なんだそれは。イケてるメンズとか、まあ女性の注目を集める男ってことかな。そうなのか、知らなかった。はい。私たちこれから飲みに行くんですけど、よかったら一緒にどうですか？よくない。お前たちはなぜイケメンに注目などするんだ？え？見た目などどうでもいいじゃないか。俺は目立ちたくて目立ってるんじゃない。ちょっとごめんね。別に今に始まったことじゃないだろう。昔から僕らはどこへ行っても注目の的だったじゃないか。気にしなければいいんだよ。気になる。俺はお前のようにずぶとくない。ナッツだって結構ずぶといくせに。どこか思ったことをズケズケ言うところ。俺は自分に正直なだけだ。正直すぎてよく波風立てるんだよな。お前に言われたくない。あのまた今度。失礼します。
そんなに怒るなよ。怒ってない。謝るからさ。謝るな。お前に怒ってるんじゃない。あの程度のことでムキになる自分に腹が立ってるんだ。アイスクリームはいかがですか。ココナッツアイス新発売です。ココナッツ、へえ、僕らと同じ名前のアイスだ。ナッツ食べてみよう。俺はいい。意地張るなよ。そうじゃなくて、俺は金を持ってない。あは、そういうことか。学校から給料出たばっかりだから、おごるよ。そうはいかん。おごられる理由がない。理由なんかいちいち気にするなよ。けじめはしっかりつけておきたい。特に、金銭関係はな。ナッツって本当にめんどくさいな。嫌なら付き合わなければいい。嫌だったら一緒に夜遊びなんかしないよ。よし、じゃあじゃんけんしよう。この前教えたよな、じゃんけん。ああ、公正に迅速に勝負をつける方法だな。だが、なぜ？いいから。じゃんけんポン。はい、ナッツの負け。観念しておごられろ。すいません。いらっしゃいませ。ココナッツアイス2つください。かしこまりました。うん、うまい。香りが独特だな。味は悪くない。ナッツ、眉間にシワが寄ってるぞ。何考えてるんだ。さっきのアイスクリーム屋の店員のことだ。笑顔と大きな声で受け答えをしていたが、接客はあんな風にやらなければいけないのだろうか。ナッツにできるのか。満面の笑顔でいらっしゃいませって。正直かなり抵抗がある。だったら無理に真似することはないよ。ナッツらしく自分に合ったやり方でやればいいさ。そうだな。ココは教師の仕事ちゃんとできているのか。うん、まあそれなりに。あ、ココナ先生。先生。お、杉本、いで。お前の生徒か。あ、ココナ先生と会えるなんてラッキー。あ、この人先生の友達。そうだよ。かっこいい。それがなんだ。あ、二人ともこんな時間にこんな場所で何してるんだ。塾へ行くところです。今からか。何時から。それは実は塾をサボっちゃいました。何にもやりたくない時ってあるじゃん。今日はそんな気分なの。内緒にしててね先生。いや、そういうわけには。いいじゃん、学校ではちゃんと勉強してるんだし、宿題もバッチリやってるよ。でも家の人に嘘をついて出てきたんだろ。バレなきゃ大丈夫だよ。大丈夫じゃない、バカ者。え、ナッツ。気分が乗らない時はある。だがどんな理由があろうと嘘はいかん。塾へ行きたくないなら行きたくないと正直に言えばいいんだ。だって問答無用。今すぐ塾へ行け。はい。お前たちは親に信用されているんだろ。その信用を裏切ってはならない。嘘をつくということは人を騙し信用を裏切ることだ。嘘をつくことに慣れるとやがて相手のことも信じられなくなる。それはとてつもなく不幸なこと。俺はそう思う。はい、ごめんなさい。俺に謝る必要はない。これから本当に塾へ行けば嘘をついたことにはならないからな。はい。よし、行け。ああ、気をつけてな。しっかり勉強するんだぞ。ココナ先生こそしっかり勉強してくださいね。お、漢字間違えちゃダメですよ。何？あ、ほら、二人とも急げ。はーい、ありがとうございました。ココ、お前まさか教師のくせに間違ったことを生徒に教えたのか。あ、一応毎日猛勉強してるんだけど、時々間違いを生徒に指摘されたりなんかしちゃったりなんかして。笑ってごまかすな。次の四字熟語を答えよう。あのさ、わざわざ問題集を買わなくても、しかも僕の給料で。金は必要なものを買うために稼ぐものだろ。勉強は帰ってからやるって。生徒以上に勉強しないと追いつかないだろ。これから先多くの困難や災難が待っていることを意味する四字熟語は、
善と多難。暗闇の中で手探りして求めることから、手がかりのないままあれこれとやってみること。暗中模索。問題です。友達同士が互いに励まし合い、競争し合って共に向上することは？なんだ？切磋琢磨。さっきのナッツの対応はすごく勉強になったよ。何がだ？生徒指導。ナッツみたいに悪いことは悪いってビシッと言うことも大切なんだなって思ったよ。なんて注意すればいいか正直迷ったから。お前でも生徒との対話に迷うことがあるのか？そりゃそうだよ。どんなにベテランでも完璧な教師なんていないんだから、いろんなことを生徒から教わって、ナッツにも教わって、なんとかやれてるんだぞ。そうか、あんなので役に立てたか。ものすごく役立った。俺におごるよ。あ、あのおでんって書いてある店に行ってみよう。こんばんは。はい、いらっしゃい。二人ですけど、いいですか？ああ、どうぞ。へえ、これがおでんか。お客さん、おでんをご存知ないんですか？あ、実はとある王国から来たばかりなんです。僕らそこの王子で。ここで、王子様がお忍びでおでんを食べに来たわけですか？いかにも。どれがうまいか教えてもらえるかな？かしこまりました、王子様。ではおすすめをお取りいたしましょう。うん、よろしく頼む。そういう会話の仕方もあるのか。真面目なのは夏のいいところだけどさ、少し遊び心も持った方がいいかもな。もっと気を楽にしてさ。それが難しい。なあ、どうしてアクセサリーショップをやることにしたんだ？ナッツが接客商売するのも驚いたけど、アクセサリーっていうのも意外だよ。ああ、この世界に来た日、本屋でのぞみたちと同じくらいの子が雑誌を読んでるのを見たんだ。うん、で？その本に、アクセサリーは女の子の元気のもとという記事が載っていて、店をやるのは生活の糧を得るためだが、アクセサリーでのぞみたちにも元気をあげられたら、そう思ったんだ。そっか。はい、お待ち。あ、ありがとう。お酒はお飲みになります？はい、いただきます。おい、よせ。酒はこの世界の大人の飲み物だと本に書いてあった。俺たちの体質に合うかどうかわからない。大丈夫だよ、ちょっとだけだから。学校の先生たちがお酒の話で盛り上がっててさ、一度飲んでみたかったんだ。はい、どうぞ。おい、やめとけ。いただきます。どうだ？うん、大丈夫。おいし、いここナッツ。なんだ、なぜ抱きつく。お前ほんといいやつ、最高。よせ、ほら。一口で酔っ払うなんて、お酒に弱い王子様ですね。おお、ナイトメアがなんだ。全員かかってこい。まとめてココ様がぶっ飛ばすぞ。バカ、まともに言ったらぶっ飛ばされるのは俺たちの方だ。そうなんだよな、見てることしかできないんだよな。出て行こうとすると下がって手とか言われちゃうし、本当情けないよな。いや、それはしょうがないだろう。俺たちに力がないのは生まれつきだ。だよな、応援頑張ろうっと。教師も頑張ろう。決定。あ、ここ落ちました。大丈夫ですか？大丈夫大丈夫、王子だから。あ、それは関係ないだろう。ここ尻尾が出てるぞ。耳もなんか出た。ここあったく、財布借りるぞ。はい、どうぞ。親父、勘定だ。はい。これで足りるか？ありがとうございます。お気をつけて。はい、気をつけます。あれあれ、どうしたの？ハートのエンジンが
ってか。おいこら、しっかり歩け。はい、夏もご一緒に。信じてるんだもん、夢見てるんだもん、行くとこまで行くんだもん。ここ、はしゃぎすぎだぞ。はしゃぎまくり。だってまた夏と会えたからさ。こうやって夏とブラブラ歩いたり、いろんなものを食べたり話したり、ほんと楽しいよ。夏がドリームコレットと一緒に消えた時思ったんだ。夏といる時間が自分にとってすごく大事だったんだなって。ここ夏な、やめろこら、抱きつくな。悪い、歯を食いしばれ。え、元の姿の方が運びやすい。ナッツハウスまで連れてってやるから寝ていいぞ。教師を一日やって疲れているだろう。ナッツ、男らしいかか、晴れ直したかか。黙れ酔っ払い、さっさと寝ろ。いや、お言葉に甘えか、おやすみくん。ああ、おやすみ。シュークリームくらいか。ああ、頭がガンガンする。症状は頭痛、嘔吐感、喉の渇き、体の震え。酒は百薬の長と言われるが、個人のアルコール分解能力を超えた量を飲むと二日酔いになると辞書にある。それだけじゃないと思うけどな。なるほど、これが二日酔いね。勉強になるな。二日酔いの対処法は大量の水分を補給すること。水やお茶よりスポーツ飲料がいいそうだから買ってきた。あとこのウコンとかいうのも効くらしい。飲め。悪いな、面倒かけて。別に嫌だったら一緒に住んだりなどしない。のぞみたちだ。よし、今日こそ会話へ入ってみせる。ナッツ、肩の力を抜いて、いてて。自然体でいればいいんだよ。大事なのはうまく話すことよりも気持ちを伝えることなんだから。大丈夫、きっと伝わるさ。ああ、何かあったらフォローしてくれ。了解。こんにちは。いらっしゃい。